はい、皆さんどうも、ヤソでございます。本日レビューするアイテムはこちらです。はい、というわけで、今回はリメールの新作シャツをレビューしていきたいなと思います。リメールも春の新作ラッシュから、まあ、ようやく落ち着いてきたっていう感じですよね。前回の T シャツから少し間を置いての新作リリースとなっております。まあ、シンプルながらもリメールらしい、シルエットと色味になっていますので、気になっている方も結構いらっしゃるのではないかと思います。僕自身もですね、久しぶりのリリースでしっかりチェックしていましたので、皆さんの参考になる動画を作っていきたいなと思います。こちらのチャンネルではですね、僕が気になるブランドの新作アイテムをレビューして、そのアイテムを使ったコーディネートをご提案するチャンネルとなっております。気になる動画がありましたら、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、行きましょう。はい、では改めまして、今回ご紹介するのはですね、こちらにありますリメールから販売されましたルーズタスランオーバーシャツでございます。価格が4950円、サイズが S から L サイズ、そしてカラー展開がグリーンとグレイッシュベージュの2色展開となっております。で、僕は今回 L サイズの2色を購入させていただきました。で、まず注目していきたいのが、商品説明にもありますタスラン糸が使われているルーズシャツということで、タスラン糸って皆さんご存知でしょうか？僕はこのタスラン糸っていうのは初めて聞いたので、ちょっと調べてみたんですけど、どうやらタスランという言葉は繊維を加工する技術のことを言うらしくて、普通の編み方とは違って糸にできるだけ負担を与えずに加工する技法のことを言います。まあ、他の生地と比べるとふっくらとした仕上がりになるのが特徴ですね。で、他にもシワになりにくいとか、軽い、そして丈夫といった機能性にも特化している特徴があります。なんかすごい生地使ってんじゃんって皆さん思いますよね。まあ、ですが、実際に触ってみるとですね、僕個人としてはなんかそんなにすごい加工がされてるなっていう感覚がなくて、全然ピンと来なかったんですよね。まあ、よくある普通のポリエステル生地なんじゃないのかなっていう印象を受けました。まあ、ちょっと初めてアスラン加工のアイテムを触ったので、これがいいのか悪いのかちょっとわからないっていうのもあると思います。まあ、ただもし商品説明を読んでいなかったら、まあ、ただの化学繊維が使われているんだなと勘違いしてしまうぐらい特別感はそんなにないと思っております。まあ、これは単純に僕の経験不足だと思いますので、まあ、同じくこのアイテムを購入して詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントしていただけると嬉しいです。続いてこちらの着用映像がこちらです。まあ、リメールらしいドロップショルダーがあって、全体的な形としてはボックスシルエットのような形でした。そしてサイドの形がちょっと独特なので、レイヤードの見せ方を楽しめそうだなっていうデザインになっています。まあ、色味もかなり落ち着いた印象がありますね。で、着心地に関してなんですが、まあ、さすがタスラン加工といいますか、非常に軽くて動きやすかったです。まあ、まさにこの夏向きのアイテムといった着心地になっております。まあ、触り心地に関しては、まあ、そんなに高級感はないんですけど、まあ、見た目はしっかり高級感があるので、まあ、いろんなアイテムと合わせてもしっかり綺麗めの印象を与えられるアイテムだと思います。はい、ではというわけで、次はこちらのアイテムを使ったコーディネートをご紹介させていただきたいなと思います。今回は2色あるということで、まあ、色の組み合わせも考えながら組ませていただきました。ではまず1コーデ目がこちらです。まずはシンプルなモノトーンコーディネートを組ませていただきました。まあ、生地の質感は高級感のある印象なので、暗めの色と合わせるとかなりこなれ感のあるスタイリングができます。で、ポイントとしては全体的に重さが出ないように、足元はエスパドリーを使っております。まあ、夏の黒アイテムは重厚感がありすぎると暑苦しく見られてしまうので、抜け感を意識するとそういう暑苦しさを改善することができます。まあ、こちらは参考にしてみてください。続いてはカジュアルに寄せたコーディネートを組んでみました。いかがでしょうか？まあ、こちらのコーデのポイントは色味の統一でございます。まあ、全体の色を合わせることで、まあ、カジュアルな着こなしながらもこなれ感のあるスタイリングになっていると思います。まあ、パンツは同時に販売されたリメールの新作パンツを今回は使わせていただきました。まあ、やはり同じブランドということで相性がいいですね。まあ、こちらのパンツもですね、近々レビューさせていただきますので、
楽しみにしていてください。続いてはですね、グリーンのシャツを使ったコーディネートでございます。まあ、タックインコーデのシャツアウターとして使ってみました。このシャツはですね、アウターとして使うのが一番いいのかなと思っております。ボタンを開いた時のシルエットはかなりかっこいいので、個人的にはおすすめの着こなしです。そしてグリーンの色味がですね、かなりいいんですよね。この時期の色味としてはぴったりだと思いますので、もし購入を検討する際はグリーンをおすすめさせていただきます。次はですね、グリーンのカーゴパンツと合わせたコーディネートでございます。個人的には似ている配色のコーディネートにしてみたかったんですけど、思ったよりですね、色味に差が出てきてしまいました。こうやって見比べてみると、リメールのシャツはかなり青みがかったグリーンになっているんですよね。僕が考えていた色使いのコーデとは違っているんですが、個人的にはそこまで悪くないとは思っていますので、色合わせの参考にしてみてください。はい、ではというわけでコーディネート紹介でした。いかがでしたでしょうか。一応ですね、タックインのコーディネートも組んではみたんですけど、こちらの生地はですね、タックインをすると腰周りになんか余計なシワがたくさんできてしまって、ちょっとみっともなくなってしまいました。一応載せてはおきますが、失敗コーデとして参考にしていただければと思います。ではちょっとコーディネートを組んだ感想もちょっとお話ししたいと思うんですけど、こちらのアイテムの率直な僕なりの感想なんですけど、端的に言うと、遠くからは高級感に見えるんですが、近くで見るとなんか安っぽいなっていう印象を受けるアイテムでございました。実際に着用してみると普通の化学繊維との差をあまり感じないんですよね。で、そう考えてくると、このアイテムに5000円の価値があるのかっていうところになってきて、それがちょっとなんか違和感を覚えました。シルエットはもちろんかっこいいと思います。ただ、これが5000円かと思うと、ちょっと割高かもしれないなっていう感じがしております。なんか似たような生地感のアイテムだったら、ユニクロ、最悪 GU とかで、2000円台ぐらいで買えそうな気がしてしまうんですよね。で、ボタンもちょっと安っぽい感じがして、なんか付け外しの時に少しストレスを感じてしまいました。人それぞれだと思うんですけど、僕個人としてはなんかちょっと高いなと思ったので、3000円ぐらいのアイテムだったら神アイテムになったんじゃないのかなと思っております。はい、ではというわけで今回はリメールの新作シャツをご紹介させていただきました。参考になっていたら嬉しいです。他にもですね、インスタグラムやウェアっていうファッションアプリで僕のコーディネートを発信させていただいておりますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。そしてですね、最近僕のオリジナル T シャツも販売させていただいておりますので、こちら今着てるんですけど、かっこいいなと思ってくださいましたら概要欄にリンク貼ってありますので、そちらもチェックしてみてください。それではですね、今回の動画は以上とさせていただきます。また次回の動画でお会いしましょう。では。